ち行こう。うわっ、おお、にで、ね。声が出ない。これで通れそうだ。滑車、なんつんだっけ、あの、二大車。二車。わかんない。ここで、落とし忘れ物、保管所はどこですか？ちょっと、忘れ物センターみたいな。なんでこんな暗いんだよ。なんでだよ。大山の家に行った方が良かったかな。そっちの方が早く終わったかな。なんでこんな広くて暗いとこを僕だけが探索しないといけないんだ。リコも一緒に来ればよかったのに。彼女を巻き込んでいくスタイル。あ、いた！ここ何？え？嫌な予感しかしねえ。宿直室的な？職員の仮眠室的なこと？でも大丈夫。左目に反応はない。左目に反応はないから、おそらく大丈夫。霊はいないはずだ。あ、またいる。なんかいる。なんか、いるというよりはある。何かがあるに違いない。調べるか。あまり調べたくないが。あ、マジ、マジ。こういう時は TS なんだ。あれ？どういうこと、どういうこと？また監獄だよ。え？魔王を倒す？友達の敵討ち？はっ。世迷子とはここを出てから言うんだな。世迷子とだと思うだろう。壁にひびが入っている。ここを、あいつすげえ監視してっから、注意していく、ある。こう来て、どうすればいいんだろう。ああ、いけるんだ。今だ！よしよし。壁がもろくなっている。はい。これで、あ、いた。またか、またそのパターン。また脱獄失敗じゃねえ、それ。ここ開くのかな？扉の留め金がグラグラしている。あ、いた。やばっ！ああ！ぐひゃーってなったけど、今。こう来て、はい。これ、どういう仕組みなの？これ大丈夫なんだ。鍵がもろくなっている。で、こっちへ入ってくるから、これはダメなんだよね。で、ここでグラグラしているから、これを蹴破ると、こっちに来る。こっちに来るから、あえてこっちから出るっていう作戦？どうしよう、どうしよう。こっち行けるとか、行けないか。だって行ったらやられるしな。これで話しかけてるとか？え？いや、またお前、ちょっとこの状況でよくそんなこと言ってられんな。監修が入ってきたんだぞ、一回。これでこっちに行けばいいの。ダメだ。どうすれば、もうこれ以上ないよね。突然こっち行ったら、やられるんじゃない？見ている。見ていないときに、こういうこと？見ていないときだ。見ていないときに、通り抜ける！大池だ！ここから？崩れそう、はい。崩して。え、これどうすればいいんだろう？こいつにも話しかけるとか。あ、待って、ね、呪いのカートリッジ10番を手に入れた。何、呪いのカートリッジって。魔王を倒すアイテム。それを探しにわざわざこんなところへ。お前、物好きだな。物好きなやつだな。こっちはいいんだ。ここ？ここはダメなんだ。じゃあこのままこっち行けばいい。出て行っちゃったよ。あ、追いかけてきた！あれ？一体なんだったんですか？これは。これはなんか、あの手形をタップすると必ずゲームパートになる。開かない。ここは開かなくても大丈夫だよね、多分ね。ここ開かなくても、いっぱい扉があったかな。いっぱいあったかどうかはわかんないけど。こことか、あ、落とし物センターあった！ここどうだったっけ？開かない、はい。よし、じゃあ、まっすぐ行きましょう、落とし物センターまで。ずいぶん。あ、あ、ない。ない。地下鉄が来たの。ピンポンパンポーンって言ったよ、今。
とりあえず行くけども、うわちょっと嫌な予感が、全力で嫌な予感がする。大丈夫これ、意外と左目でこう見逃してるとことかない。一応一回りしたけど大丈夫。ここ何これ、明るいんだけど 無駄に。このポスターもなんか怖いし。これが落とし物センター、落とし物センターに行く前にこっち側に行ってみようか。開かない。なんか音が聞く、音がないないない、また夜間は、ないないない、なんだなんだ、ここちょっと見たいんだけど、ここ何、あいた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 、は何何何、ここは何なの、ああれだ、ここは緑の窓口というか、なんていうの、緑の窓口でいいのかな、切符をなんか買って領収書切ってくれたりとかね、往復券とかね買って買えるとこだよ。ちょっと待って、定期券とかね買うとこ、ここか、ここから音がしてるのか、は何この部屋、あなんかある、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 左目で見ろ、左目で見ろ、うわー、こんな部屋にテレビがポツンと、コンセントが繋がっていません、嫌だな、でもタップしよう。はい、またパートになるわけね。またかよ、どんだけ閉じ込められてんだよお前、息をしていない、死んでいるようだ。はあ、鍵がかかっている、これなんかどうでもいいけど、壁もろすぎね、いくらなんでも。ほっ、壊した、壊したよ、壊したけど通り抜けできない、怖くて。あっちを見てから行こう。ふっ、なんかある、扉の鍵を手に入れた、こんなとこにある、雑めにあったな、この看守っぽい人をね。早くあっちを向けよう。よっ、ここの扉の鍵かな、あ、開いた。これあれか、監視の後ろをキュピンキュピンってやりながら行くのか、きつ、これ大丈夫、ふっ、今だ、うわーまだいるよ。急にアクション性のあるゲームになってきたな。いけ、いけたー、顔なしの左足、なんかいっぱい震えてるよあっちで、なんだろうあれ、顔なしの左足、今度はそんなものまで、監視のこのタイミングを見計らって、今だ、よっ、キピ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 、よし来た、ふっふー、これ大丈夫なのかな、こうなっている、扉が開いているぞみたいなことにならないの、そこならないんだ、そこはならないんだ、間抜けなやつなの。でこれ後ろにそーっとついていって、うわでもこっち向いてるよ、こっち向いちゃってるよ、これダメじゃん、え、どのタイミングでいけばいいんだろう、謎、タイミングが謎なんだよね、ここちょっとむずいぞ、ほんと真後ろについていくようにして、もうギリギリだよね、だからね、そのギリギリを狙うしか、ふっ、いけた、あっ、近づきすぎた、今度は下に行きたいという欲求が出てきちゃった、下に行けないのかな、いや下に行く前になんかあれを取らないとダメなんだと思う俺は。うわ、ちょっとこれタイミングがあるんだな、多分タイミングがあるな、これおそらくこれ何回かやると見ていない瞬間があるから、右側のね、その時に行かないといけないと、あ、この呼吸、この呼吸、この呼吸ですよ、はい、でこの呼吸になったらもうそんな慌てる必要がないと、はい、で行け、よし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 、なんか震えてる、は言うと、こいつ、僕の呪文が効かない、下がって、ユウト、これならどう、冒険してきた、大丈夫、味方も焼いてますけど、これ大丈夫、大丈夫はないよね、これね、黒焦げに仲間黒焦げにしましたけど、レン、こう冒険の思い出を語らってるわけですね、僕たちまで燃やすなよな、みたいな、レンとは生まれた頃からの幼馴染なんだ、
そうね、兄弟みたいなものかしら。あれ？そういう関係だったとか、もしかして。レンには助けられてばかりだな。男のくせに。ふふ、そんなこと気にしてるの？ユート。昔からの付き合いじゃない。なんだろう、このくだり。これで下に行けばいいんだよね、多分ね。この、これを取ることによって何かこう、エンディングが、変わるとか、どうとかこうとかってことなんですかね。わ、この呼吸じゃいけない。この呼吸じゃいけない。呼吸ってなんだって話なんですけど。これだ。これでいけ。これでいける。と思う。あ！ここからか、また。バカか、俺は。いやー、辛い。これでももう行っていいのかな？あ、もう行ける、もう行ける、もう行ける。今度は下から行こう。たまにこう、死っていう文字がどっかに出てくるんだよ、このバグで。それがちょっと、怖い。行ける。今の、行け！よし！脱出！ふぅ。なんかキーアイテムっぽいものをゲットして脱出したぞ。これで、いいことが起きればいいんだけど、何も起きませんかね。まあいいや。ここはもう用がないんでしょう。何回死んだんだっていうね。本当に何回死んだんだ、これ。覚えてないぞ、もう。で、こっちか。で、忘れ物センターは左。って書いてあるんだけど、そこはやっぱ逆らって、こっち側に行ってみたい。どうしても。で、男子トイレとか？男子トイレ、はい。お、入れた、はい。男子トイレに入る。特に手形はない。ここも手形は特に。いや、なんだなんだなんだ。何？鏡が割れたっぽい。いつも綺麗にご使用いただきありがとうございます。なんかこのイラストってあれだよね。駅員さんみたいになってるけど、セブンイレブンとかで見るやつだ、これ。トイレで。セブンのトイレで見る感じ。こんな、なんもない。なんもないと願いたいんだけど。入ってますか？あ、掃除用具入れか。どうしたどうした。ここは何もない。怖っ。ちょっと、もう雰囲気が怖いもん。特に手形とかもない。手形とかはない。ここは？誰か入ってる？誰もいない。触らない方がいいだろう。それ便器は触りませんけど。ここは？あ！誰か入ってる。もう一回やろう。いや、入ってるんだ。ちょっと無視しよう、無視しよう。故障中かもしれない、下に。襲われても嫌だしね。女子トイレ入れんのかな？なんで入っちゃったんだよ。え、赤い！やっぱ女子トイレだけに照明って赤いんですね。入ったことないからわかんないけど。女子トイレの照明って赤いんだ。女子っぽさを演出している。これがジェントルマンとレディースの違いか。レディース&ジェントルメン。開かない。入っている、女性がいる。入っているわよと。うっ！は？しまった。誰か来たわみたいな確認だったんでしょうか。めぼしいものはなさそうだね。泣いてる。泣いてる。男の人なのにみたいな。入ってこないでみたいな。ここ開かない。え、怖えんだけど、これやべえ。泣いてる人がいる。開かない。
もう無理、もう無理、もう無理。ずっと出るわ。一通り見たからいいでしょう。女性トイレは使用していましたということが分かりました。じゃあ、行こう。満を持して忘れ物センターへ。ずいぶん引っ張ったな。ずいぶん引っ張りました、私も。ないないない。なんだ。コインロッカー。コインロッカーじゃん、これ。こんなん。え、ないない。キーって言って、キーって言ってたよ。これ関係ある、これ。これロッカーでしょ、だって。この辺はもう、あれだ。触れないようになっている、そもそも。僕もこんなに多く触りたくないわ。こっちかな、こっちかな。あ、こっちじゃないな。塞がってる。でも、手形もない。ここタッチしても、ワンダは出てこない。ネスカフェかもしれない。でもネスカフェはもうすでに、自動販売機業務、撤退しているはずだ。撤退なのかな、何なのかわかんないけど。そんな細かい情報はいらないんだよと。こっち行って。こっち行って。はい、ここ。え、待って。え、どこにあるわけ？忘れ物。線というは。開かない。え、ここ？間違えた。ちょっと一回戻るか。あれ、どっちだったっけ？こっちで合ってるよね。忘れ物センター、遠すぎね？こっちだよね。え？この扉をくぐったらもうあるもんだって思ったんだけど。おかしくない？ここ。本当に。いくらなんでも。下にあんの？開かないよね。え、おかしいよ。え？電車が止まってる？地下鉄か？地下鉄が止まってる？うわ、嫌な予感しかしねえわ。入れってこと？入れよってこと？あ、こうやっていくの？うわぁ！どうしよう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 。入ってったんだけど。え？どういうこと？ここから入れる？入れないよね。こっから？だよね、こっちか、こっちだ、こっちにして、むしろ違うの。あっち行きたくねえ。全力で行きたくねえ。あれか。いや、これ急に出てくんじゃねえの。やめろよ、頼むから。ふっ、開かないのかよ。まさかここだけ開くんじゃないだろうな。開くのかい。今でも入ってったよね。いやー、これ思い出すなー。リコ。リコ思い出すなー。こっち行こうか、じゃあ。は？やっぱりなんか這いずるような音が聞こえてくるわ。どこどこ？え、音が聞こえる。音が聞こえない方に行きましょう、怖いんで。開かないんだ。なんでわざわざ。え、これ、ダメだ。左目で見てもダメだ。なんでわざわざ怖い方に行かなきゃいけないんだよ。あー、入ります。どういうこと？違った？そういう意味じゃなかった？あ、もしかしたらこういうこと？あ、開いた。あ、そういうことか。え、ここどこ？ここはどこ？キッキー言ってる、キッキー言ってんだけど。え、なになになに、何の音、何の音？なんかキッキー言ってる。キーキー言ってる。金属音が。ここ入れる？入れない。奥に行けと。忘れ物センターどこよ？そろそろ怒るぜ。あ、なんか、え、何この音？あ、この扉？
半開きになってる扉、明らかに入ってこいか、なんでと、なんで閉じるの、赤い、赤いな、取調室やん。あ、なんかまたタップしろと、あなたが痴漢したんでしょ、僕はやっていない、僕じゃない、はい、そういうとこではない、違うまたこのゲームか、これ何回やるんだよ、壁にひびが入っている、はい、でこう来るとこう来たよ、え、どうすんの、開く、開くの、あ、開いた、あ、いけた、あ、やばい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 、そういうこと、そういうこと、え、どうすればいいの、しかし崩れない、しかし崩れない、え、どうすればいいの、見つけたぞ、は、いやいや、やめて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 、は、なに、来てる、うわ、来てる、ちょ、ちょ、戻る戻る戻る、一回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 、戻れなーいどうすればよかったんですか、見つけたぞじゃない、これもしかしたらさ、ここもタップした時点でも積みとか、こっちにあえて、あ、なんかあるよ、なにこれ、え、なんかあるよ、手錠だ、え、なんで鉄道警察みたいなこと、ここ開くのかな、開かないんだ、というなるとやっぱりここを解決しろってことだよね、え、ここは何、見つからないでなんとか行ける方法はあるわけ、壁にひびが入っている、はい、しかし崩れないんでしょ、こうするとやべやべ、閉まる、固く閉ざされている、キュピン、どっちにしろそうなるってこと、見つけたぞ、おな、これはだからこういうことじゃない、あ、い、戻った戻ったってこと、あ、まだいる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 、あ、こっちかよ、あ、どうすんのどうすんの、こっち、こっち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 、あ、いけた、え、まだいるまだいるまだいる、あ、どこに行けば、どこに、どこに行けばいいの、こっち、もう、もう、尽きるよ、尽きるよ、ここじゃない気がする、あ、忘れ物センターで書いてるわ、ここ、ここ行こう、ここ行こう、お、遠くねえ、忘れ物センター、え、え、そんなわけねえじゃん、いやいや、ちょ、は、どうなったんですか、ユートか、ユート、そんな、まさか、ユートなのかって言って近づいたらやられるパターンかな、いや、これもう絶対もう異界みたいなね、虚実の世界に今足を踏み入れてますよ、だからやべ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 、え、なに、うわ、来てる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 、ユートが来てる、ユートが来てる、ついに来た、忘れませんだ、はい、入れ、はい、入れた、お、大丈夫、追ってきてない、あ、なんかあるよ、これがあれか、大山の日記か、手帳かこんなとこにポッツンと置いてるわけないじゃん、これは、はい、血がついてるしこれはルイ・ヴィトンのダミエの手帳なのかな、はい大山先生の手帳ブランドモンドですねみたいな、ミキホテルの現状を聞くためにホテルクエントへ向かう、ミキホテルってなんだろう、帰りが遅くなるであろうことを考え部屋を押さえておく、ゲームの呪いで死んでしまった人の魂はどこへ行くのか、興味が尽きない、可能ならこの目で確認したいものだ、大山教授の手帳間違いない、あ、どうすんのどうすんの、来てるよ、またユートが来てるんじゃない、うわっ、どうすんの？どうなるの？あ、ゲーム、ゲーム、
ほう。何をしに来た。何を手に入れた。お前も死ぬ。何もできずに。え、何だったんだ今のは。今のは。わかった。あと5日。いや、はい。すごい、何回も死にましたけど。もう、何ですかね。めちゃくちゃですよ。駅構内がもう異界と化してだよ。だってもう現実の駅構内じゃないよね。そもそも忘れ物センターがさ、あんなことになるわけないじゃん。ね、普通のお客さんも行けるようになってるでしょ、それは。はい、ということで、ちょっとあんまり深く考えすぎるとね、ダメかなと思うんですけど。すげえもん食らったないきなりみたいな。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次回もやっていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。